今のはもうタスクがねひどかった。しょうがねえ。ヘルメットネロちゃん梅犬わお。このまま手入れだけしよっか。生きてたね。おい、ラララララ。はい、ガミさんの死体がシャワー上。ね、配線のところ。メイン脇だから一応納得です。でネロちゃんと梅犬と俺アーカイブで湧いてて、手で直したのが俺ね。貨物まで行って直してる、うん、戻っていた時にネロちゃんとラウンジですれ違い、アーカイブにまだ梅犬がいたんかな。本タスクやってるのは見えてる、うん、浮いてるんで先に言いたいんですけど、セキュリティ脇でテープタスクだけやって、今キッチンの扉を開けた、セキュリティキッチンの扉を開けたところで終わりました。それ聞いてます。最後キッチンです。バーガータスク終わったぐらい。あ、ケンさんキッチンにいるんですね。はい、プシューと聞こえました。了解です浮いててコミュダウンロードから武器庫入って終わり。うん、では基本ムズそう。あ、次はコックピット。これはミーティング。なんかどっちも右、どっちも右じゃねと思っちゃうけどな。脇は見られてないんかな。宿舎脇は高藤プテ、うん、高藤プテ。エンジンがいない。エンジン脇がいない。診察もいない。で俺が石油コックピット玄関脇。うん、私ここはメインで湧いて、メインでガミさんと湧いてて、エレキです、うん、ずっと。あ、これ貨物もいないよね。いるんだっけ。いないんじゃない。ハイブさん貨物って言ってました。いや、ハイブさん診察。ゲンさんってプテフジと合ってる。合ってる合ってる。合ってます。ゲンさんはコックピット脇だし、もうまあまあまあそうだ、ね。なんか通信室とかに入っていくのが見えたんで、プテフジは結構見えには遠いなっていう印象です。なんか梅犬視点ってネロちゃんに資料出せる？そのシャワー降りた。出せるよ。出せる出せる。俺がね下側の本入れてて、ネロちゃん下側一切行ってなくて、そのままラウンジ行ってるから。で犯人も絶対にアーカイブ来てないから。え、ごめん、キッチン脇で何したっけ。いないんだっけ。いないと思う。出てない。あ、じゃあ分かんない。キッチン脇で展望の場合とかだったら、そのプテフジどっちも無理なの。俺してプテは弾けるかな。あ、展望ね、むしろ私が否定します。アップロードとかにお肉ないかなって探しに行ったんで私。あの場合はじゃあ原産のみぐらいか、うん、はい。だから私はやっぱ右かなと思う。原産じゃないなら、うん、右だった場合はアーカイブラウンジはないと思うか。貨物の下側ぐらいしかないと思う。でも停電結構早かったと思うんだけどな、直した。まあそこそこ、うん、早かった。お場合、あ、メインエレキは分かんない。ブリネロ海エレキだったらあたりにこれができちゃうかな多分。インポサイソンになる。あ、じゃあ石油脇だからあどうなんでしょう。ゲンプテ、うん、メイン扉閉められてる。まあそれ最後に閉まったもんな。ゲンさんが直したわ。あら、はい、はい、エレキの5番と8番の間ぐらいで、うん、5秒前にバイタル見た時には死んでて、プテには白を出せる。うん、同じく同じ状、完全に同じ状況、同じことをやってます。ネロちゃんの死体にちぎっこない。うん、それ前には死んでたね。うん、死んでた。死んでた。梅犬がね、キッチンから石油入って、展望で停電勝ち合ってるんだけど、その後石油でカメラ5秒ぐらい見て、うん、
5秒ぐらい見て移動してるから、5秒前に死んでたか、うん、名屋さんと名屋さんがアーカイブからシャワー降りてったんだけど、その前にね、頭のなんかね、なんかちょこっとだけでもう一人多分シャワーに降りてる人いるんだけど、アーカイブから、あ、ゲンさんとかハイブリッさんも降りてた、まあ、俺も後から降りてた、その誰かとその後ろに名屋さんがアーカイブからシャワー降りていくのを見て、関側には絶対逃げてきてない、うん、その中で白だゼロ白いの梅健さん視点で、俺視点で5秒前デッドだと結構2は死んでた、2は死んでた、分かんないんじゃない、ね、停電多分勝ち合ったのがゲンさんで、はい、俺も直しに行こうと思って昇降機右に一緒に入ってて、でその後その多分それやと思う、そのアーカイブからシャワーに降りるゲンさんとハイブリーっていう、多分めっちゃ勝ち合ったの、うん、俺の自覚があって真ん中2回ぐらい上げちゃったのが俺、うんうん、一番最初ね右勝ち合いか避けた人がいるんだよね、そう、ミート真ん中も私は触って、うん、5秒前には死んでた、だったら僕は展望で触ってるんでキルは関与できないと、うん、触った人基本大丈夫かなと思ってて、うん、いやでもね、まあこれ初手キルでやっぱ右側の人物、ね、うんうん、さっきの容疑者誰だっけ、ゲン、メイヤ、ネロで、ネロ今回無理ね、梅健さんじゃない、梅健じゃなくて、だ梅、さっきのメイヤさん入るの、畑そこは一応エレキ潰してるんでしょ、いや潰して、そう、ね、潰してんの、エレキガチャガチャずっとなんかいるって言ってたよね、でもなんか石油脇だったところみたいなってなかった、上げ上げして、あの真ん中のぐるぐるタスクやってる、石油脇だった場合は俺は否定はされないから、俺は容疑者ではいいと思う、確かにそうですね、うん、メイヤさんってボタンだっけ、俺はねレポートだから、あ、レポートか、セルフのみ、メメハッターで一応高田さん最後死にはないから、高田さんもワンチャンあったぐらいか、キッチン分けだったらゲンさんも、で今回はむずそうよ、今回、うん、今回はアーカイブで見てるから、まあゲンさんもむずそうで、ハイブリッさんもむずそうだから、うん、いやでもね切ってからね停電っていうのもいける時間軸だと思うよ、かなり遅かったよね、振らなきゃいけないね、結構僕は梅ケンさんには見えちゃうけど、今回無理でしょ、だって今回は無理だと思う、今回だって停電触ってるから、さっきのキルがね、まあ、向けさえいるね、じゃあ畑さんのどっちかなと思っちゃうけど、ね、コミュニクはコミュニクは、じゃあボタン行きます、まあまあまあボタン押してるんで、うんうん、左、うん、ボタン行くわ、コミュニ行きます、危ねえ、え、はい、え、どうしたの、そこさんって今どういう動きっすか、誰さん、だったからコミュニット直すべきじゃないですか、絶対に、いや OK です、すいません、流してください、じゃあ、うんうん、まあローラーするんなら、うん、ハッタサッコの方かな、梅健さんが一応カメラでさっきのキル見てるっていうのもあったけど、そうね、ガミさん、ね、ガミさんキルでローラーするなら、梅健からネルちゃんに白出るんだったら俺のセリフを追わない限りは、アーカイブ側は梅剣、うんうん、でメイン側はそのすごい誰かが飛んできひん限りは一番近いのは畑迫くんっていうイメージだったけど、誰が入れるのかなとはっていう、た、うん、ださっきのキルはね畑迫むずそうだとは思ってるから、それは多分梅剣もやぶりさんのセリフかネロちゃんぐらいしかないんじゃないですか、まあ、でもネロちゃんが梅剣から難しそう、あ、ネロちゃんないよ、僕視点 100% ない、さっきの、あ、初手の話、初手、初手、初手ね、うん、初手もね、梅剣から白出るんだったら梅ネロでしかキルが発生せず、その場合って畑迫くんまで人外になるのね、うん、あのサントさんを俺右側で見てないので、うん、あ、まあ貨物の下とかに行ってて手で直しに来おへんかったサントさんをネロちゃんが切ってるは一応ありえるけど、最後の最後ね、そう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 、これ藤見は白出るんだっけ、初手キルでもう隠しろです。あ、そうね。プテフジが隠しろだから。うん、ああ、はいはい、そっかそっか。まあ、今の原さんの畑サコの移動のなんか疑問もあったんで、今日は畑サコ釣りたいです、僕は。うん、いいと思う。いいと思う。梅剣とのローラーということで、うん、初手キルをこれで完結させて、うん。まあ、初手ってにキルだよね。あ、初手ってか。そう。サントスさんが死人がなくて、左側にはあんまりいなさそうって話だったから、うん。まあ、畑サコ落としでいい気もしちゃう。右側だとそれこそまた俺とネロちゃん、うん、右っていうかメインエレキのあれもあんま人いないよね、うん、でもエレキを、うん、まあ畑迫はそこは人外だった場合は、ね、そうそうそう、エレキ畑迫が塞いでて、だ俺が切れる場合は多分減算視点で関脇のみじゃないかな、そうですね、皆さんは最終位置の嘘はついてないです、うん、だからそこに来るまでに切ってる可能性は全然あるって感じ、まあキッチン脇か貨物とか
なのかなとは思っちゃって。られるから言っとくんです。一応このターンのこと言っとくと、そのコミが入ったから宿舎前から折り返してコミ直しに行こうとした動きを原さんは言ってると思うんですけど、それだったら原さんを最後まで追えばいいんですよ、僕は。うん、って思うから、まあ梅剣で落ちたと思ってもらえたらという感じです。梅、うんうん、直すっておっしゃってましたっけ、ハトさんって前日、うん、僕ね言ったの、あ、プテさんか、 OK です、うん、無理です。はい、はい、まあ、タスク無理だからさあね、釣りたいよね。僕はコミさっきのターン直してるのをメヤさん見てもらったと思うんで、僕は隠しろなんですよ、うん、でさっきのキルごめんなさい、ハタさんは白出てたんだっけ、出てる、まあ、折り捨てでかなり難しいジミア目線で、うん、アーカイブに行ったのがゲームブリがまずアーカイブからシャワーに下った人物だからバイタル的にむずそう。畑坂もアーカイブに行った。で、宮さんもアーカイブから下ってったっていうのが梅健さんから出てるから。うん、ね、あ、でもなんか梅健さんもなんかほぼ無理じゃねみたいな話なんだけどね。バイタル情報の話をちょっと勘違いしてる人が多いんだけど、5秒前に見た時には死んでいたんだけど、ただよね。停電が入ったのが多分30秒過ぎてからだと思うんだよね。相当待った記憶があるから俺。だからちょっとそこだけあんまりなんか参考にならないかもしれない。エレキ主体だよね。そう。なんかどっちにしろね、位置的にアーカイブの人物は難しいと思ってる。オッケーオッケー。梅健さんの白ってどうやって出たんだっけ。梅健さんは停電を勝ち合ってる人物だから難しくねって話があったんだけど、切ってから展望って全然できるから、はいはいはい、うん、あ、てかプテ君がネロちゃんに白出すんだったら2キル目ネロちゃんできないんでしょ、うん、で2キル目が、うん、1キル目がネロちゃん多分できたとしてサントスさんの方なんだけど、うん、そうなった場合って2キル目が梅畑できないから、プテ君が死んだった場合はネロちゃん隠しろだわ俺視点。ああ、そうなんだ。だって1キル2キル目ね、三重県さんがやってると思うけどね。いや、だから1キル目を、うんうん、貨物でっていうのだけが俺の視点はねるちゃんあんやけど、うん、ってことは1キル目のもう一人の方は梅県畑底で完結やん、はいはいはい、だけどその梅県畑底が2キル目できないから、ああ、なるほどね。そう、その相方1にねるちゃん足りえないのね、俺視点は、うん、だからねるちゃんじゃないわ、プテ君とネロちゃんの二人外しかない俺視点。まあハイブリ今日ネロちゃんインポされてこれやってるかもしれないけどってことね。なんか直してます。あ、いや俺直してる、俺初手の手で直してる。ああそうなの。まあ初手で行くんなら名言どっちか。そうね、そうですね。俺もタスクは無理だからその進行だから。シェリフいるのこれ。もうそれ、まあ、ワンマチか、うん、うん、まあ遅い、まあ、俺も無理して釣らなくてもいいかなとは思っちゃうけどな。ワンマチか名言だったら私の方が切る場所は少ないってフジプテ視点では思ってほしいかな。初手切るしか多分私切れないです、ね、名言は同じじゃない。初手切るだったら俺は石脇以外は切れないですよ。同じだね。原さんもキッチン脇くらいだから、うん、ターンかギップするわ。富士宮にもなんか直してほしいなこれ。うん、そうね、私はもう直してますからね。プテネロ、プテネロ二人街だけ追わないとな。おい、うん、展望アップロードからちょっと上登ったとこぐらいのとこ、俺右側にいるんだよな今回。なんかエレキ石の間ですれ違わなかったっけ俺、メアさんと。いや石油
って、テープタスク終わった後貨物の方タスクな流れてる。あサボナカにネロゲンブリ行ったよね。行った。そう。ね、どういける順番的にはハイブリが最後なんだけど、ゲン、ネロ、ブリの順だね。そう、ゲン、ネロ、ブリの順で、俺が多分エンジンから入ってるよね。エンジンしか多分扉が開いてなかったと思うんだよね。そうそうそう。はい、で、俺が武器庫の上扉開けて、下探しで下行ってたんやけど。で、コミサボ直したのが私で、その後あのコックピットに行ってアドミを見たら、もう展望位置がついてました。うん。コックピットに展望位置だけ覚えてる。でも展望位置を見に行こうって感じで移動していったらキッチン展望デッキ感じでハイブリさん、ネロちゃんと合流。多分ね、切る前にコミサボ鳴ってると思うのね。うん。から、そうなると扉閉めれないから、で、多分ネロブリはもう、コックピットも多分閉まってたよね。だから俺的には迷惑に見えちゃうんだけど。俺は何にも言えんな。俺、請求アップロードしたと。エレキ、診察、貨物、ラウンジ、アーカイブって回って最後メインの右の扉を開けてメインに入ったってぐらいだから。あ、てかプテ君死んだんだったらネロちゃん隠所でいいや。俺二人街しかなかったから。さっきおっしゃったやつ、ね、そう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 。まあ藤宮はできないのか。このまま行くと目安さん釣りたいなとは思っちゃうけど、藤宮は分かんない。俺は初敵でプテハプテから弾かれてるから、まあ、ゲーム富士ぐらいしかない、初敵は。うん。ただ、ゲンさんがサボ直してたから、まあ、基本的にない。はい、昨日の段階で多分、ゲーム名2択になったと思っており、今日のこの盤面、多分、私、ネロちゃんがハイブリさんから絶対弾かれるんですよね。うん。なので、メイヤさんでいいと思います。いやー、マジか。ケースはあるのか、一応。うん。藤宮さんが。のケースっていうのは一応あるのか。あるんじゃないですか、死んでいないから。一応エンジンからコミュニケーションに入ってきてはいるのね。まあ最後の方ね。うん、だから、うん、キッチンベントで飛んでエンジンに行ってから、エンジンからコミュニケーションに入ってきて、終わったと即決。ごめんね、初手切るが俺もう石油脇ぐらいしか切る場所がないっていうぐらいしかないな。申し訳ない。これもうね、キルクール、待っときゃ勝ってたわ、藤宮ごめん。どうもどうも。キッチン待ちで勝ちだったか、いや。ミーティングの方行くと思って先回りしちゃったんだよね。キルクール開けてたんだけどな。なるほど。ナイポイ。ありがとうございます。いや、惜しかったっすね。いや、惜しかったね。2連勝したいなと思って。最後、切って、コミュ直しの扉閉めて、全然キルクール溜まってたから。ゲンさんに言われたターンも、あとキルクール2秒でした。いや、マジで2秒だった。くそー。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。